次世代 MC ライバーを探せ、二次三次ライバードラフト会議。よいしょ、ここにいるよ。よいしょよいしょ、見つけて。さあ始まりました、二次番10月企画、次世代 MC ライバーを探せ、二次三次ライバードラフト会議。この番組は今二次三次に最も足りていない要素である次世代のスター MC を発見すべく、公式番組 MC の経験が少ないライバーが MC に挑戦という企画でございます。で、今回はそのゲストライバーを奪い合うドラフト会となっています。ドラフト会の司会は私、今日も元気に残業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 、教育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 、八代気づくです。よろしくお願いします。それでは視聴者の皆さんも気になっているだろう、一切まだ誰なのか明かされていない次世代 MC ライバーの皆さんをお呼びいたしましょう。最初の次世代 MC はこの人、次世代 MC ライバー筆頭、しきなぎあきら。はい、次世代 MC ライバー筆頭です。よろしくお願いします。はい、なんか意気込みある？あ、でもまあ初めてのね、その公式番組 MC やらせてもらえるってことなんで、すごい楽しみですよ、今日。なるほどね、よろしくお願いいたします。いい機会なんでね、頑張ってください、はい。というわけで続いてはこの方、赤ちゃんだって MC できるもん、獅童あかり。ガオ二次三次所属、新人の獅童あかりです。完全じゃねえ。緊張してんのかこの野郎。どうですか？無縁だと思っていた MC を早くもお会いすると思ってませんでした。頑張ります。はい、というわけで、ね、お願いします。鬼もびっくりしてるようですね。いいですね、はい。というわけで最後はこの方、実在 MC、 その前に私を試しなさいよ、花畑チャイカ。イエーイ、私も入れなさいよ。というわけで花畑チャイカでございますよ。はい、ね、チャイカさんね、できるよ私は。あ、できる。ベテランだ。ね、でもね、そう、こっちでいることの方が多い、なぜならそっちの方が強いからだ。そんなことはないと思うんですけどね。なんだと、まあ、あの番組経験の回数だけは一丁前に多いね、実際すごいですね、本当に、人気だから。まあ、MC の実力はどれほどなのか、ベテランだから試していきたいところでございます。お三方、これからドラフトよろしくお願いします。お願いします。というわけでドラフトの前に、ここで皆さんにはドラフトをするにあたって事前に番組のタイトルとコンセプトを考えてきていただいたと思うのですが、一人ずつ聞いていきましょう。まずはしきなぎさん、番組のタイトルとコンセプトを教えてください。はい、私がやりたい番組のタイトルは、はい、しきなぎあきらの限界突破24時でございます。24時間やるの？24時間やることもいずれは。お気合は十分。はい、気合は十分でございます。やる気だ。まあ、この番組はですね、まあ、新人の私が言うのもね、おこがましいことではございますが、うん、二次三次もね、まあ、かれこれ、まあ、5年なんならもう6年でございます。やってきましたよ。はい、ライバーの皆さんもね、うん、もうやっぱね、5、6年もやってたら、なーなーでお仕事したらいませんかと。なんだと。まあちょっと一旦ここは収めていただいて。なるほどね、はい、まあ、そこでですね、今一度気を引き締めるため、うん、あえてここで自分から嫌なことをやっていく、お、まあ、より正確に言うなら引くほど体を張ることで、うん、ライバーとしての限界を突破して次のステージへ進んでみようじゃないかという企画でございます。なるほど、まあ、どんな嫌なことをしていいのかっていうのがね、はい、気になるところでございますけれども、続いて獅童さん、番組のタイトルとコンセプトを教えてください。はい、私がやる企画は、やる企画の番組タイトルは、獅童あかりの赤ちゃんと一緒です。おー、なるほど。この番組はなんか最近みんなから、あの赤ん坊の方の赤ちゃんってバカにされることが、ま、許せない。ママ、バブちゃん。違うよママ、赤ちゃんじゃないよっていう感じでね、赤ちゃんってバカにされるんですよ。はい、実例ありがとうございます。ブロックしない、ブロック。はい。で、赤木だってちゃんと MC ができるんだぞってところをね、見せます。なるほど。見せます。自分の、はい、自分は赤ちゃんじゃねえぞってことをアピールするために番組はある、まあ、一部私物化して、はい、あの、そうです、自分の能力の高さを見せていくっていうことですね。はい、いや、目的があるのはいいことだね。はい、赤ちゃんじゃないです。向上心、はい、というわけでね、あの、ぜひとも自分の能力の高さを見せつけていってほしいところ。頑張ります。成長。では最後にチャイカ、番組のタイトルとコンセプトを教えてください。はい、私がやりたい番組のタイトルは、配信を止めるな、
チャイカの超 MC 塾です。おー、誰ですか？花畑チャイカですMC ですからね、ちゃんとハキハキ喋りますよ。どんな企画なんですか？この企画はですね、まあ私が MC できるのはもう皆さん知ってると思います。ご存知なのでね。ですからね、まあ私がやりたい番組やろうかなって思ってね、ちょっと止めてほしい、この力を、 MC のよ私を止めてほしい、MC の私が邪魔してほしい、どんどんMC をやる私を嘆かせてほしい、いっぱい。そう、でも俺は進行できるというところを見せつける。なるほど、ね、どういうことなの？今日も止まってませんですね、はい、MC の邪魔するの得意ですからね。そう、逆にやってみろよ、止めて、俺を止めてみろ。普段やる側じゃなくてやられる側に、やられる側に今回なる。なるほどなるほど、うん、なるほど、面白いですね。たまにはね、うん、なるほど、逆のコンセプトから攻めていくという企画。Yes, sir. なるほど、ありがとうございます。まあどの番組もね、とっても個性的でかつ不安な部分もありますが、はい、まあそれぐらいが番組として面白いラインというところ。確かに、はい、では早速ドラフトに行きたいんですが、その前に改めてドラフトのルール説明をさせてください。ドラフト、はい、はい、ドラフト、対象者は全二次三次ライバ ー、各番組3名ゲストライバーを取ることができます。なんだって3名、はい、でライバーと一緒にドラフトで取ったら、その番組でしか使えない独占アイテムを2つもドラフトに入れ込むことができます。お、はい、だから5位まで指名するってことですね。5位まで、ね、アイテムとライバー、ね、両方とも含めて5位まで、うん、人の道具をね、人の道具を番組に使う道具です。順位付けするわけだ。アイテムもドラフト、怖いなということでございます。で、気になる独占アイテムなんでございますけれども、こちらとなっております。おー、はい、ご褒美、罰ゲーム、 MC ライバーイメージ、あとやっぱりね、ジョジョ麺弁当とかね、うわーいいなー、ピーギップとかね、普通に食べさせてくれ。いやもう普通にこういう欲しいよみたいなのあれば、やっぱ番組を盛り上げる罰ゲーム、うん、なるほど、やっぱりね、電流だとか、はい、なるほどね、わさびだとか、はい、まあ、これ取れなかったらちょっと拳になるからな。拳、殴り合いが始まるんですか？あくまで独占アイテムなんでね。いや違う、罰ゲームか。これ全部取れることないんで、これ取られなかったものから選べばいいんでね、うん、まあまあまあ、でもね、例えばなんですけども、うちの番組じゃ罰ゲームとして絶対電流流したいっていうのに取られちゃったらいけないので、まあ、番組の面白みがね、減っちゃうかもしれないけど、うん、なるほどなるほど、まあ、なんで気をつけてくださいということでございます、うん、はい、はい、というわけで、皆さん欲しいライバーと独占アイテムは決めてきてると思いますんで、うん、戦略を立ててうまくドラフトで獲得を目指してください。それではドラフトに参りましょう。今から決めようかな。はい、ではライブ感で早速お三方、はい、ドラフトで1巡目に欲しいライバーもしくは独占アイテムの記入をお願いいたします。はい、あ、もう1巡目にね、最初に道具選ぶやつはいないよ。道具いるかな、いっちゃおっかな、どうしよっかな。まあね、ライバーいきなり選ばずアイテムだとね、アイテム以下ってなっちゃいます、ね、3巡目4巡目で道具を選ぶ可能性決してゼロではないいやいやいや、違います違います、まあくまでね、以下っていうのは言い方悪いですけどね、聞こえ方が、聞こえ方がちょっと怖い、楽しい番組にしよう、番組のね、スパイスを優先した方がいいっていう話もありますから、まあ、1巡目はまあでも一応決めてはきていますね、1巡目ライバーでね、来るかな、まあでもあえての俺は電流で食ってくんだってことで1巡目電流も面白いと思いますよ、まあね、電流番組だったらね、皆さん記入はいいですけどね、さあさあさあ、記入、ね、終わりましたかね、はい、はい、というわけで記入の方完了いたしましたので早速発表していきましょう。はい、それでは発表いたします。誰から、誰からだ、四季凪明の限界突破24時第1巡選択希望ライバーはカブラギロコ、はい、ありがとうございます。指導あかりの赤ちゃんと一緒、ね、テンポ早、テンポ早い第1巡選択希望ライバーは椎名結衣か、二次さん、椎名さん、配信を止めるな、チャイカの超 MC 塾、第一巡選択希望ライバーはリゼヘルエスタ、リゼさんです、リゼ様ということで出揃いました。1位はアブラギロコ、椎名結衣か、リゼヘルエスタとなっております。皆さん、いや選ばれましたね。リゼ競合するかなって思ったけどしなかったな。リゼさんはコンセプト的に呼んだらちょっと怖かった出揃ったというところで、いやもうその時点でお前突破できてないじゃん。皆さんの希望はこのようになっておりますかぶりはなしということで、皆さんに1位で取った理由を聞いていきましょう。はい、あるのかこっから、ね、いや台本読んでなかった。正直
あの最悪何やらせても大丈夫な人を取り合ってほしい。なるほどね。まあやはりあの VTA ということでね、あのカブラギ の、ね、その、はい、何やらせても大丈夫感を知ってると、はい、耐久力の高さがあると、では指導、はい、椎名優香ですけれども、はい、ちょっと MC っていう時点ですごく緊張するので、うん、あの一番緊張しない先輩が椎名先輩がすごくいつもお世話になってて、うん、先輩に見えないもんね椎名。いやそういうことじゃないですよ。緊張しないよねこいつ。違いますって、あの、うん、今まで ね、 いい先輩ですもんね、はい、いい先輩でお世話になってすごいなんかヒーローみたいな先輩なんで、はい、1位に選ばせてもらいました。はい、ありがとうございます。なるほどね、まあいい意味でね、絡みやすいと。はい、まあ、やはりちょっとやっぱ先輩がいないとちょっと不安ですか。いや、そんなこともないですよ。あ、そんなこともない。あ、もうないってことはある。いい、あります。なるほどね。皆さん欲しかったんだよな、2巡目で。いや、あげません、ね、あげません。さあ、そういうわけで最後は花畑ちゃんがリゼヘルエスタ、はい、リゼヘルエスタ、まあね、みんな欲しいだろうって思ってね、ちょっと1位はさ、やっぱぶつけ合いたかったからさ、なるほどなるほど、と思ったけどね、あんまり下手だったな君ら、ドラフトが。えリゼを選んでるや競合しそうだからってことですか。まあ、それもあるし、あといつも迷惑かけてるから、はい、逆に今度は私に迷惑かけてみろよっていう。なるほど、そんな理由があったんですね。かかってこい。迷惑をかけている自覚は、はい、あのね、進行してるのにないけどね、話の流れ切る、今の迷惑かけてますからね。ヤシロでもよかったな。そうですね、やめてください。それでは第2巡選択希望ライバーもしくはアイテムをお願いします。はい、どうしようかな、椎名さんが来たかったんだけど。あげませんよ。後から奪い取れたりはね、しないんで。なんかそういうゲームあるんですか。ゲームある。はい、ありがとうございます。皆さん早いですね。はい、まあね、こういう時は判断が命。なるほど。というわけでいきましょう。はい、それでは発表します。四季薙明の限界突破24時第2巡選択希望ライバーは宇月光23時、うん、おー、こうか。それでは続きまして、手動あかりの赤ちゃんと一緒第2巡選択希望ライバーは星川さら23時。おお、続きまして、面白いね、配信を止めるなチャイカの超 MC 塾第2巡選択希望ライバーは金一封アイテム。ということで俺のチームに入れた金、皆さんの希望はこのようになっております。、うん、まあ、今回も被りはなかったということでね、うん、聞いていきましょう。まずは式投げ順調だな、はい、続きこうということでございますけれども、まあ、そうですね、単純にちょっと私が、はい、あの関わったことないライバーさん行ってみたいなっていうのがあったのと、うん、いい判断それ、はい、あのボルタクションの渡来ひばりとか、うん、あのフーラカナトとかが、うん、そのうずこうさんお世話になってて、あ、そうですね、いやキングすげーぞってしょっちゅう聞くんですよ、うんうんうん、じゃあちょっとお手並み拝見というところも、お手並み上から行くね。まあでも本当ね、一度お手合わせ願いたかったと。なるほどなるほど、はい、はい、ありがとうございます。興味があったということで、ね、興味ありましたね。では次、シュド、はい、星川さら、さら先輩とは何度かお話しさせていただいたことがあるんですけど、うんはい、一緒に配信をさせていただいたんですよ、うん、その時にめっちゃ突っ込んでくださって、その突っ込みが気持ちよかったので、あと可愛いからさ先輩にしました。なるほどね、素敵、まあ、6対4で欲望の方が勝っているのが、ね、理由ではございますけれど、まあ、突っ込み適性、はい、やはりね、番組には突っ込みできるライバーがいた方がいいですよね。はい、いや、いいチョイスだ、うん、続きましてチャイカさん、はい、金一封でございます。こちらはこれはあのリゼを召喚するためにはちょっとあのギャラ必要なので、ここであのリゼさんにはやはり金一封渡しておかないと出演が難しい。そうそう、リゼ出すにはここで2枠使わなきゃいけない。あ、なるほど、コストとして、つまり2を犠牲にしてリゼヘルエスタコスト2あるんですね。コスト2あるリゼヘルエスタさんってコスト2だった。なるほ ど, なるほど、リゼは金一封がないと来ないと。そう、来ない。なるほど、お高いですね、金で釣るみたいな。というわけでね、皆さんありがとうございます。今回もかぶりなしということで、はい、では3巡目いってみましょう。記入お願いします。なるほどね、はいはいはい、お、早いですね、記入終わったようなので、はい、はい、それでは判断が早い、早速発表していきましょう、
四季なぎあきらの限界突破24時、うん、第3巡選択希望アイテムは電流ロフマオ。あ、ロフマオの管轄なんだこれ。なるほど、ロフマオなんですね。どういうこと？ロフマオ出身らしいです。あ、そうなんだ。すごい、ロフマオのメンバー、ロフマオのメンバー5人目電流だったの。俺じゃねえよ。電流がつきものということを、まあ、運営がそのような認識をしているということのようです。じゃあ俺6人目だったのか。では続きまして、指導あかりの赤ちゃんと一緒第3巡選択希望ライバーはイブラヒム二次三次。はい、あ、そう、面白いですね。やるじゃん。やりますね、うん、続きまして、配信を止めるなチャイカの超 MC 塾第3巡選択希望アイテムは電流。うわなんとここで、ロフマを6人目かぶってしまいました。電流かぶり、電流かぶりでございます。おや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 、マジか。ではまず指導確定いたしましたけれども、はい、はい、見ていきましょうか。指導の第3巡は、イブラヒム、はい、イブ先輩は、はい、あの女性女性ってきたので、はい、男性もお呼び入れようとしようかなって思って、バリエーション、で誰も良かった？いや違いますよ、あのやっぱバロラントの大会、二次三次の大会の時に同じチームでお世話になってすごい頼りがいがあって、まとめてくれる、いや司会だからまとめなきゃいけないんですけど、まとめてくれるかなとか思って、イム先輩、今のところ先輩に頼ろうっていうね気持ちが見えてきた。大先輩大先輩大先 輩、大先輩でもいいぞ、素晴らしいドラフトですね。はい、すごい、ちょあの贅沢な贅沢な取り方をしてしまって、逆に強気なチョイス、まあね、あのね、それが正解、大先輩から埋めていくってのもね、やっぱりあの人気高いんでね、どんどん取られていく可能性があるんで、うん、あ、まあまあ確かにいいドラフトと思います。そうそう、正しい、取られなくてよかった。しきなぎとチャイコはアイテムの電流で被ってしまいましたので、こちらくじを引いていただけますでしょうか。いきますか、くじ。まさかライバーじゃなくて電流を奪い合う、まさかの電流、思わなかった。本当にこんなことがあるんだ。正しいんだろうか。おお、今お二人に封筒が渡されました、はい、こっちかな、うん、じゃあ開いていいんですか。はい、こちら開いてください、よろしくお願いします。はい、せーの、バツ、花畑花畑交渉権獲得です。交渉権、というわけで、わ、第3巡選択花畑チャイカが電流で確定いたしました。ありがとうございます。ロフマオ欲しかった。俺のだ。チャイカなんで電流選んだんですか。電流、まあ別にどれでもよかったんですけど、はい、やっぱ敵に渡ると強いかなって電流は。なるほど。バンピックかな、これは。バンピック、なるほどね。あとライバーはね、まあ大丈夫だろうという。おお、ここからでも間に合うか。あ、ちょ、こいつらにはね、このライバーは選べねえだろうと思ったよ。なるほど。いや、構わず先輩めっちゃチョイスしてるんですけどね。なるほど。不安ですけどもね。まあありがとうございます。まあ大丈夫。ではしきなぎ、外れてしまったので、はい、いやー、そうですね。第3巡希望ライバーもしくはアイテム。まあアイテムでいこうかな、そしたら。はい。これはもう口頭で言っていいですかね。口頭でお願いします。はい。じゃあそしたら、わさびをお願いします。わさび、はい。いやー、確かにわさび、こちらね、まあ、強いね、テンプレっつっちゃテンプレですが、いやもう電流がダメなら別の刺激を。なるほどね。まあでも分かりやすいですよね。限界突破するか。限界突破を別の角度から攻めさせていただきます。なるほど、今のところね、はい、罰ゲームが超人気でございます。はい、はい、まあ、金一封はねあれですけれども、うん、まあ、ここからどんどんね戦略を立てて番組を構築していってください。文句あるんですか。ねえよ。では第4巡の選択希望ライバーもしくはアイテムをお願いいたします。難しいな、どうしよっかな。まあここまで来るとね、まあ、ある程度番組の方向性も見えてきたと。ちょっと四季なぎがね、アイテム1つライバー1つ、指導はアイテムしか選べない。もうね、アイテムだけだ。ライバー決まってんじゃん。あ、そうか、もうアイテムか、はい、でチャイカはライバーしか選ばないと。はこれで、はい、ありがとうございます。それでは、なるほど、発表していきましょう。しきなぎあきらの限界突破24時第4巡選択希望ライバーは西園ちぐさ二次三次。はい、ちょっと意外だったかもしれない。おお、なんで。なるほど、まあまあ後ほど、後ほどね。続きまして、指導あかりの赤ちゃんと一緒第4巡選択希望アイテムは
スイーツ。なんで笑ったんですか？なんで笑ったんですか？かわいいなって。続きまして。スイーツなんてあったんだ。配信を止めるな。チャイカの超 MC 塾。はい。第4巡選択希望ライバーは。モノノベアリ、これは呼べねえ。チャイカにしか呼べねえ。ねえ、呼べねえでしょう。何させるつもりですか。というわけでかぶりがなかったので、はい、皆さんの希望者理由を聞いてみましょう。まずはチキナギ。はい、まあちぐささん、そうですね。まあ、まず一つはやっぱり青色成分の補充、ね、うん、色あるんですけども、おめえが青じゃん。まあでもそうですね。まあうずこうさんと一緒で、まあやっぱりちょっと、はい、関わりが少ない方をお呼びしたかったっていうのもあるんですけど、はい、まあ割と今回バラエティに振りたいなっていうのもあって、うんうんうん、まあちょっとだから弾けられる方を、あ、なるほどね、そこに期待してちょっとお呼びさせていただきたい。まあ、明るい盛り上げ役というのを期待してと、はい、どっちもいける方をね。なるほど、はい、バラエティに寄った選択をしている式に、うん、はい、では続いて指導、はい、スイーツということなんですけれども、これはスイーツです。え、決して明かりが好きだからってわけではなくてですね。本当か。なぜ。やっぱりあのお二方のあのものが結構バチバチしたものじゃないですか。あ、まあね、電流だとかわさびとかね、逆に甘い感じでいこうかなと思ってスイーツを選びました。なるほど、まあね、はい、スイーツ、まあうちのね、あの私がもともとやってた番組にもねスイーツとか出てたりしたので、ああ、ありますよ。なるほど、最強のアイテムです。はい、では次チャイカ、はい、モノノベアリス、モノノベ先輩ですね。まあこういう時はね、はい、だってせっかくだからね、普段呼べない人間を呼ぶっていうのはね、おお、まあ確かに、まあまあまあ、そう、呼べませんよ普段。分かんないけどね、呼んだことないから。まあアリスちゃんならね、うん、結構その乱してくるというか、 MC 止めようとするのもノリノリで、そうで、ちょっと分かんないけど、まあ、シンプルにあの好きだから呼びました。面白いし、なるほどね。俺はずっとあのね、とある別の番組のね、あのロケが大好きでね。ああ、はいはい、ああ、なんとなく分かりました。永遠にそれを追い続けてる俺は。なるほど、読めないな。まあ、まあ、半分ファンみたいなもんですね。あ、まあ公式番組というあの体を利用して呼ぼうと。そうです、まあ、そういうのもありだと思います。私物化してるな。そうです、まあ、あなたたちの番組ですからね。まあ好きにやっちゃってください。俺の番組なんだ。はい、はい、ということで、いよいよ最後のチョイスとなります。第5巡、はい、選択希望ライバーもしくはアイテムの記入をお願いいたします。アイテムしか選べないんですからね。わしきなり先輩と被ったらどうしよう。まあでも被んないんじゃないか。今の状態、私はこの何百人といるライバー、そうですね、好きなライバーを。しきなぎと指導はアイテムしか選べない。チャイカはライバーしか選べない、うん、ということでね、確かに被る可能性があるのがしきなぎと指導ということで、まあでもいけるんじゃないかな。でも正直最後はいらないんですけど、仕方なく書きます。仕方なく書きます。仕方なく、その真意もね、まあさ、5位だもんな、仕方なく書くよな。なるほど、俺最後に書くのライバーなんだけど。仕方なく書くか。いや、それはちゃんと書いてくださいよ。燃えそうだ。そうです、最後に選ばれた仕方ないライバー誰なのか。怖い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 。それでは発表していきます。はい、しきなぎあきらの限界突破24時第5巡選択希望アイテムはお寿司。はい、コンボじゃん、はい、コンボですね。もう見えた、見えましたね。なるほど、ありがとうございます。計算高い。はい、2枠使ってそれか。続きまして、指導あかりの赤ちゃんと一緒、はい、第5巡選択希望アイテムは赤ちゃんグッズ。なんかこれだって運営さんがなんか明かりのとこに赤ちゃんグッズって書いてあったんですよ。うん、なんか明かりのための準備かなって思って、しょうがなく書いとこうかなって。なるほど、もう聞いてないのに理由を喋ってくれましたね。では最後、はい、配信を止めるなチャイカの超 MC 塾第5巡選択希望ライバーは指導あかり。なんでですか。ということで、かぶりがなかったので、おい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 、もう一人いる、改めて聞いていきましょう。ではしきなぎ、はい、お寿司、まあ、これは
もう3位とのコンボもう見えましたね。わさびを取ろうっていう時点で、はい、もう私にはもうこれしか見えてません。なるほど、3位。まあ電流からのわさびだったんですけれども、うん、まあそれを柔軟にね、お寿司でね、食べる柔軟に生かしてカバーしていったの。でもそれ突破できるか、限界突破古典だぞそれ。もう限界突破もうさせるプランがもう見えてるので。なるほど、どんな風にお寿司とわさびを使っていくのか楽しみですね。はい、よろしくお願いいたします。それでは次指導どんな、まあ先ほどね仕方なくという選んだ言い訳気味に、はい、さっきのもので書いてあったじゃないですか、一番下にチャイカ先輩はサボテンとか書いてあって、はい、なんかチラ見したら赤ちゃんグッズってあって、はい、隣に四季の木先輩は BL 本だからこれって分かりのものですよねって思って、はい、ちょっと気に食わないんですけど余ったんで、はい、赤ちゃんグッズ俺の、まあね、あのタイトルがね赤ちゃんと一緒なんでね。いやこれ漢字じゃないですよ。赤ちゃんグッズがあれば、いや赤ちゃんって、はい、あかりのあだ名が赤ちゃんなんですよ、はい、だから赤ちゃんで、ね、漢字の赤ん坊の赤ちゃんじゃなくてひらがなですよ。いやでもこれどう見ても赤ちゃんでしょ。いやひらがなの場合は何、あの漢字の赤が読めない赤ん坊にすら優しく対応してくれるっていう。小学1年生か2年生でも読めますよ20歳ですから。なるほどね、そうだったの、まあ、赤ちゃんグッズね、まあ、はい、いやひょっとしたらねこの赤ちゃんグッズが指導あかりグッズの可能性もね、あそうですそうです、なんもないのでね、アクリルスタンドとか、アクリルスタンドの可能性もまだある。そうですよね、どうバグつくんですか、メーカーのグッズの可能性もまだあります。というわけで、花部ちゃいかまさかの MC でやる指導あかりを、そうこちら選んじゃいけないとは言われてないぜ。なるほど、盛り上げに来たと。ああやっぱちょっとねだいぶデイベテラン番組になりかけてたので。いやそうなんですよね、そうあの今のところこのチョイスでねフレッシュなのがカブラギしかいないと。うん確かに失礼だぞリゼとアリス先輩がフレッシュじゃないというのか。フレッシュじゃねえだろおおベテランでは実際、ね、ございますけど、アリスちゃんと俺らは先輩だからおアリス先輩はもう大大大先輩はい、というわけでドラフト終了はい、どうなっちゃうんだ、いきましょう、このような結果になりました。うわー、壮観すごい。いやー、まあね、この並びを見てね、皆さん思うところもあると思います、はい、改めまして俺が一番思ってるかもしれない意気込み、こういう番組にしていこうという意気込みをね聞いてみたいと思います。では、しきなぎ。はい、まあでもね、そうですね、まあちょっとね電流やられたのがちょっと痛かったなとは思いつつも、はい、まあおおむねプラン通りかなと思います。なるほど、なかなかねこう好き放題やらせてもらおうかなというふうにね、うん、思ってるので楽しみですね。なるほど、ありがとうございます、はい、好き放題やってください。はい、では次シロ。はい、ちょっと自分でもねどうなるか分かってなくはあるんですけど今の段階で、うん、ちょっとこれからいっぱい考えてどうにか頑張ります。頑張ろうね、あ、はい、頑張っていきましょう一番安定してると思うね先輩が、先輩が、まあ、先輩ねかなり期待できますね、うん、では最後チャイカ。俺はマジで怖い俺なんだろう、何も考えない欲望に任せてピックしたらどうなるんだ、こんなんな、この番組こんなんなっちゃった一番見えないバイキングでうまいもんだけ取って失敗したみたいなね、ドラフトかもしれない、ね、まずいな、全員主役かも。さあ番組として成立するのか楽しみですね。楽しみ。ちなみに番組の本番は MC としての実力をちゃんと見せるためカットほぼなしの45分の疑似生放送という形でやらせていただきます、疑似生放送、もし本番の進行がうまくいかずグダグダしてしまったりしても、うん、そのまま放送されちゃいますよ。やだやだ、ね、しないしないよ、グダグダ編集とかないですからね、怖いな、うん、それではこれからオンエア順をかけたくじ引きを引いてもらいたいと思います。おそれではスタッフさんくじの準備をお願いします。はい、順番大切か。そうですね、やっぱり最後怖いとか最初が怖いとかあると思いますよ。ああ最初嫌かもな、うん、最初最初期待値上がっちゃったりとかね。でもやっぱあれ注目度高いよ最初は。やっぱうわぁそれでは皆さん一斉にくじを引いてください。お願いします。ドーン、トップバッターだ。おお2番目だ。3番目席順通りオンエア順はしきなぎ、指導、チャイカの順になりました。やったー、イエーイ、ー、
なるほどね。はい、日付が確定したので、こちら行っていきますと、はい、四季薙明 MC の四季薙明の限界突破24時は、10月10日火曜日の22時から、指導あかり MC の指導あかりの赤ちゃんと一緒は、10月17日火曜日22時から、真ん中花畑チャイカ MC の配信を止めるなチャイカの超 MC 塾は10月24日火曜日の22時からとなっております。よろしくね。いや私もね、これらがどんな番組になるのか全くわからないので楽しみですね。うん、それじゃあね、もう来週ですか。来週か、マジか。早い。来週の10月10日火曜日22時から、はい、四季薙明 MC の四季薙明の限界突破24時をお楽しみに。お楽しみに。お楽しみに。ぜひぜひ。ちなみにこの後各ドラフト1位ライバーへの通話での出演交渉。そうなんですよ、ドラフトはね交渉権ただけですからね皆さん。あ、確定してませんよ。え、確定じゃないんだこれ。交渉権ですからね皆さん、頑張って電話してくださいね。はい、はい、その様子はあかり君出てくれるかい。メンバーシップ限定で公開されますので気になる方はそちらもチェックしてみてくださいね。はい、では皆さんさようなら。さようなら。見てね。怖いね。